はい、どうも、ブルです。今日は久々のサバイバープレイメグでやってきます。つってもデイリーだからね。どう、この赤いメグ可愛いでしょ。なかなか足速そうじゃない。行くぜ、最高で。まあ脱出、まあ生きて脱出しろみたいなデイリーなんで。で、なんかチャクロがねいたんですよ、味方に。2人かな。まあ1人全身血まみれと1人チャクロで、もう1人ねネアかなんかかなだったんで、かわいそうだから、キラーがねかわいそうだと思って明るい色の服着てきました。お、破滅か。でパークは上から全力疾走と不快の逃走術、あ、バレした。あと身軽と、バランス、スマートな着地持ってきてます。とりあえず強固地でグリグリします。これ結構ねリンちゃんでもやられるとねめんどくさいんだよね、足遅いから。フェーズウォークもねうまくいかないと意味ないから、とりあえず一発食らうかな。あー、ダメか。だから離れよう一旦。あそこ窓枠越えないとさ、フェーズウォークしても意味ないから、とりあえずタゲを取ろう。そうだ、あれ持ってきてないからさ、あの鋼の石持ってないから多分位置バレやすいんだよね多分。とりあえずここら辺ぐるぐるでなんとかお茶濁せるかな。もう一回戻ろう、あっちに。いや、これやばいな、これ。あー、やられた。これはこれはミスった。一回止まってから別の方向に逃げればよかったな。でもやっぱ声が出るからね、声でわかるんだよね、いる位置が。右いんのか左いんのかっていうか、だいたい位置が把握できちゃうから。鋼の石つけてると結構負けるんだけどね。早速一個もつけてない状態で釣られちゃったよ。あの人追われてるかな。パーク何持ってきてんだろう。破滅と、ずさん持ってないしね。あとなんだろう。バベチリかな。と、あとは、まあ、天秤か、もしくは足跡がよく見えるやつ。かな。捕食者だっけ？プレデター。まあ、とりあえず回さないと始まんないんで、ガンガン回してきます。ね。破滅も死んでるし、こっから早いんじゃないかな。ここはつけてもバランス的には大丈夫かな。お、光ってるね。そうだ、まだイベント中だった。サバイバー全然やんないから、灯籠の回収とか全然やったことない。やんなきゃ意味ないね。チラッと見えたから先に逃げないとね。あ、灯籠あるから、ここにこれもらってこうかな。よいしょっと、ほいや。ホタルバージョンメグ、もしフェイズウォークフェイントかまされたら結構辛いかもしれない、正直。あれ、ほんとわかんないよね。多分ね、山岡リン上手い人は、フェーズウォークフェイントが上手い。とにかくそれが上手い。とりあえず一旦、隠れます。残り発電機2個。正直バレたくないな。でも声がするからね。声でわかるんだよな、ほんと。発電機あとどこだろう。この先に1個あったはずなんだよね。草むらに。トウモロコシ畑。
最初はリンちゃんキラー相手だとね、急に出てくるから本当ホラーゲーかなと面白かったけど、もう慣れてきちゃったな。これでそれであれか、俺の声でバレんのか、これ悲しいわ。フェイスオークしてるかな。あぶね、マジあぶね、今ギリギリやん。今の運良すぎたわ、勝手に取りすぎてくれたから。なんだよ、またチェイスしなきゃいけないのかよ。あんまチェイスしたくねえんだけど、こんな赤い服着てきてさ、言うのもなんだけど。どっから来る、よし離れる、来てるかな、来てるね。この板使っちゃおうかな、やばそうだったら。よし、あーやべえ。いやーこれ中でよかったな、中でよかった、全然飛び越える必要なかったわ今の。いやもったいねー、これ俺だけに釣りじゃん。けど発電機残り1個、あれ俺以外の人釣られてない説ある、もしかしたらね。助けてくれるかな、みんな光ってた気がするから助けてくれなそう。様子を伺ってる、一人今切られたね。まあもし助けてくれなかったとしても最後まで連打をやめないようにしましょうね。この間に回してくれれば3人は逃げれるからね。あそこにいるネアが救助に来てくれてるね。すごい慎重に来てるわ、バレなきゃいいけど。お、これもしかしてベストタイミングじゃね。ナイス、サンキュー、ありがてえ。これ多分ね、俺追われてると思う、このシーンを。後ろ見てないけどね、絶対いる。あ、でもここにクロちゃんいるから、クロちゃんになすりつけよう。お願いします。お願いします。しかもちゃんとかわしてるし。お、やったね、これ鳴ったわ。どっち割れるかな。クロちゃん割れてないね。俺だよな、そうだよな。俺釣ったら終わりだもんね。よし、頑張るぞ。おー、ラッキーラッキーラッキー。あぶねえ。いいぞいいぞいいぞ、間に合う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 、おいしょっと、オッケー。結構危ない動きしたな今俺、フェイントかけられたら死んでたわ。あれ巻いたっぽいね。ゴール行くか、じゃあゴールどこだ、あそこだ。オッケー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 、ここにハッチもある。フェイズウォークの音も聞こえないから勝ったんじゃないかこれは。ということで無事生存して終了。いやー、なんとかなりましたね。いやー、やっぱ山岡凛は強いっすわ。お、出入りも終わったんで今日もうまくいってきました。また次回もぜひご覧ください。ではブルでした、バイバーイ。